はい、どうも、寺吉の無課金覇王ロード12球打編です。今日で、ログインが44日目です。はい、今回はですね、対決カーニバルの、累計報酬全部取りましたんで、はい、こちらですね。はい、はい、全部取ってます。14万99、ちょうど行きました。はい、全部終わりましたんで、この一番下の S ランクベストナイン&タイトルホルダー契約書第1弾、これを開封したいなと思います。現在2020年1月22日の、夜中0時40分なんですけども、まあ後半12万過ぎたあたりからもうエナジー使って一気に行きましたんで、まあ、合計そうですね、30エナジーぐらい、トータルで使ったかもしれません。はい、まあそうですね、まあちょっともう早めに終わらせて、早くベストナインタイトルホルダーのね選手が欲しいなと思いましたんで、一気に行きました。はい、今回契約書はですね、ベストナインタイトルホルダーの S ランク契約書以外に A ランク自治も契約書もありますんで、これまあ日本一達成、星5のね10回目の達成報酬の A ランク自治も契約書、この2枚を行きたいなと思います。はい、とりあえず A ランク自治も契約書からいきます。これはまあ12球団でね集めていってますけども、ソフトバンクの純正も組んでますんで、ソフトバンクの、ままでいきたいなと思います。それでは A ランク自治も契約書お願いします。柳田選手欲しいです。来い、さあ誰でしょう。モイネロ選手、モイネロ選手は1枚 A ランク持ってますね。はい、はい、まあ、続きまして S ランクベストナイン&タイトルホルダー契約書、これいきたいんですけども、もう一回ねとりあえず、欲しい選手をおさらいしていきたいなと思います。高橋選手ぜひ欲しいです。はい、12球団でソフトバンクも純正も組んでますんで、ぜひ欲しい選手ですね。はい、金子選手、12球団でやってますが、西武がねいませんので、金子選手もまあ来てほしいかなと思いますけども、その次のそうですね、中村選手、西武枠といえば中村選手の方が来てほしいかなと思ってます。はい、次が大島選手、大島選手もまあ中日枠は12球団いるんですけども、まあミート81、走力81で A 乗ってますんでね、まあ来てほしい選手の一人ですね。あと A ランク契約書も、あ違う、 A ランク契約書持ってないか、こっちは。はい、阪神純正の方でしたね。はい、ビシエル選手、はい、ファースト、現在清宮選手なんで、ビシエル選手も欲しい選手です。相澤選手、相澤選手は12球団で今ちょっとリーグオーダーの方がね、キャッチャーだけが野手では A ランクなんでね、キャッチャー欲しいんで、相澤選手も欲しい選手です。お、止まってくださいよ。はい、西選手、西選手も欲しいですね。先発の、有能選手なんで欲しいと思います。はい、ロペス選手も、ビシエド選手と同じようにね、ファーストで今清宮選手なんで、ぜひ欲しい選手です。はい、坂本選手、ショートでね、まあ今現状リーグオーダー宇野選手がいますけども、能力のこれだけ高い選手なんでね、ぜひ欲しい選手です。はい、山本選手、山本選手はね A ランクも持ってますんで、ぜひぜひとも欲しい選手ですね。はい、西川選手が、シリーズ2の西川選手、通常の西川選手持ってますんで、来てほしくないです。はい、続きまして近藤選手も西川選手と同じようにシリーズ2も通常で持ってますんで、来てほしくないなと思ってます。はい、浅村選手、一番欲しいですね。はい、セカンド現状阿部選手、中日の阿部選手なんですけども、浅村選手の方がもちろん能力上ですし、あと A ランク2枚持ってます。はい、浅村選手来てもらいたいです。一番今回欲しい選手です。はい、そうですね、こんな感じです。狙うは浅村選手です。はい、それでは行きたいなと思います。ベストナインタイトルホルダー、
契約書第1弾 S ランク浅村選手お願いします、来てくれ、来い。さあ誰、おお、いい演出。さあさあ誰来る、大島選手、大島選手ですね。はい、でもまあ有能選手ですしね。ただセンターがね結構いてるんですよね。日本ハムの西川選手、ソフトバンクの柳田選手で、横浜の音坂選手、これで大島選手で4人目のセンターですね。まあいやでもまあ能力高い選手ですしね、ミートと走力同値ですし、まあ十分いい選手ですね。中日の選手 A ランク B ランク含めてよく来ますね。はい、なぜか、はい、まあでもスピリッツもね、通常より100高いですし良かったかなと思います。一応ちょっともう一回大島選手の能力だけ見ときます。中日ここですね。中日、あ、こっちか、はい、今はもう4人目ですね、中日もね。はいはい、センター守備 B、弾道中弾道、ミート81、パワー61、走力81のミート走力同値ですね。守備もね素晴らしいですね。78の、積極もついてますし、盗塁も積極、はい、捕球75ですからいいですね。はいはい、超チャンスですね。まあでも非常に有能選手なんでね、育てて、まあ、A ランクね1枚も持ってませんけどね、阪神女性編の方でね、この間来たんですけどね、大島選手 A ランクが、まあ、こちらは12球団編はちょっと大島選手の A ランク持ってませんのでね、まあここからまた育てていきたいなと思ってます。はい、今回はこんな感じですね。まあ S ランクのタイトルホルダー、ベストナインタイトルホルダーからね、中日の大島選手来ましたんで、きっちり育てて、リーグオーダーに入れていきたいなと思ってます。今回はこんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、虎吉12球団編でした。